はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ゴムもピンもアクセも何も使わないでできるポニーテールアレンジをご紹介します。急に髪の毛ってまとめたくなる時ってありませんか？お仕事してたりとかね、家事をしてる時に、あ、手元にゴムもなくて何もなくて、でも髪の毛邪魔だなっていう時に、そんな時に使えるヘアアレンジをご紹介します。やり方は本当至って簡単で、しっかりとね、髪の毛だけ溶かしておけば、髪の毛だけでまとめることができます。そんな感じの裏技、テクニックなので、気になる方はぜひ覚えてみてください。それでは動画をどうぞ。まずブラシで、しっかりと溶かしていきます。特に、中側の部分、この辺もしっかりとね、溶かして、絡まりを取っててください。全体の髪の毛を、後ろに持ってきてまとめていきます。まとめたところの斜め横の部分に少し空洞を開けて、この中の髪の毛、この毛束をだいたいこのぐらいの毛束で1本出します。この1本出した毛束を髪の毛にくるくるっと巻きつけていきます。一回巻きつけたら、もうこっちの手は離してもらって、しっかりとね、ゴムみたいな感じにしていきます。毛先をね、7センチ幅ぐらい残して、この巻きつけた一番根元の部分のこの毛束、この中に毛先を入れ込んでいきます。上から下に。入れ込んだら、ギュッと引っ張って、そのまま内側に、ちょっとね、根元の部分を整えて、下の部分もギュッと締め上げていきます。で、この時にこのね、巻きつけた部分も緩みやすいので、まあ、緩まないように整えながらバランスをこんな感じで整えていきます。毛束を触って、あまりね、この部分が動かなければ、こんな感じで完成です。はい、というわけでこんな感じでやってみました。ポイントとしてはね、しっかりと髪の毛を溶かして、もつれだったりとかね、パサつきを取っておけば綺麗にまとまります。なんですけど、これはね、1日持つようなアレンジではなくて、この短時間、この時間だけでちょっとまとめるっていう風な裏技テクニックですので、旅行先だったりとか、お仕事中、あとはね、家事をしている時にパパッとできるアレンジになりますので、ぜひやってみてください。今日も最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。